アラブ首長国連邦の各首長国。アラブ首長国連邦の地理では、アラブ首長国連邦における地形や自然など、地理の概略を示す。アラブ首長国連邦の衛星写真。アラブ首長国連邦は、南西アジアに位置しており、ペルシャ湾とオマーアン湾に面している。ホルムズ海峡に近く、ペルシャ湾で産出された原油の輸出において、非常に戦略的な立地にある。 国土は北緯22度50分から26度にかけて、統計51度から56度25分にかけて広がっており、アラブ首長国連邦政府は国境はサウジアラビアと 530km、オマーンと 450km、カタールと 19km 接しているとしている。このうちカタールと国境が接しているとアラブ首長国連邦が主張している地域は現在も サウジアラビアとアラブ首長国連邦で領土係争中であり、仮にサウジアラビアの主張が認められた場合には、カタールとアラブ首長国連邦の国境は消滅することとなる。国土の総面積は8 2方メートルとされているが、イランやサウジアラビアと領土係争の途中であることや一部の島において正確な地形情報がないことから、 正確な面積は、未だ不明確と言える。国土は、アブダビ、ドバイ、アジュマーン、フジャイラ、シャールジャ、ランス・アルハイマ、ウィム・アルイコール・カイワインの7つの主張国により、分割されており、そのうち最大のアブダビは、国土の87%にあたる67,340キロ平方メートルを占めている。一方最小の主張国であるアジュマーンは259。 キロ平方メートルで、アブダビの約1、260しかない。急速に開発が進むドバイ。アラブ首長国連邦、以下、UAE には、ペルシャ湾の南岸約650キロメートルにわたり、海岸線を持つ。最大の天然港は、ドバイにあるが、現在は、アブダビやシャールジャでも春節された港湾が、使用されている。 ペルシャ湾の島々は長らく、イランやカタールなど周辺諸国との領土系層の対象になっており、また小島や珊瑚礁が多く強い海流と天候の影響を設ける UAE 沿岸は、航海がしにくい海域となっている。一方、オマーン湾側にも 90km の海岸線を持ち、パティナ海岸として知られている。標高 2500m に及ぶハジャル山脈が、 バティナ海岸と UAE の東側を隔てるようにあり、山脈はオマーンと UAE の国境付近からペルシャ湾岸にかけて横たわっている。山脈は海岸の近くにまで接近しており、山麓がそのまま海岸に繋がっている場所が多い。そのため港湾は少ないが、いくつか小規模な港は存在する。また山脈が海岸から離れているフジャイラの周辺では、 砂浜となっている。これらの UAE 北東部の主張国は、オマーン湾砂漠及び、純砂漠というエコリージョン区分に属している。アブダビ南西部は広大な砂丘となっており、サウジアラビア南部を中心とするルブアルハリ砂漠の一部となっている。この砂丘地帯には2つの重要なオアシスがあり、定住と工作に必要な地下水も備えている。一つは、 サウジアラビア国境付近にあるリワオアシスで1 0 0トル余りにわたって大小のオアシスが点在している。もう一つはブライムオアシスでオマーンとの国境にまたがるようにオアシスが広がっている。UAE 内の各主張国の国境は1971年に英国から独立する際の障壁になる可能性が高いことから独立以前に英国が確定させていた。 各主張国は、この英国の干渉について、大部分は受け入れたものの、アブダビとドバイの国境やドバイとシャールジャの国境の一部では、独立後まで国境確定が遅れた場所もある。国内で最も国境が複雑となっているのは、主張国西部のハジャル山脈周辺で、管轄権の奪い合いの結果つつの主張国が、それぞれいくつもの飛び地を抱える状態となっている。 国内は砂漠が大半を占めているため、淡水の入手が難しい。そのため、UAE では海水淡水化装置を使用することによって、淡水を得ている。アラブ首長国連邦の気候は、基本的に暑く乾燥している。年間で最も暑いのは7月と8月で、海岸部では、平均最高気温が48度を上回る場所もある。一方、ハジャル山脈では、 標高が高い分かなり涼しく、1月や2月では、平均最低気温が10度から14度程度にまで低下する。また夏後半には、南東からの、シャルキと言われる高湿の風が吹き込むため、非常に過ごしづらい時期になる。年間降雨量は、海岸部では1 2 0ト、mm、ル以下だが、山間部では3 5 0ト、mm、ルに達することもあり、特に海岸部では、 夏季の短時間に豪雨という形で降ることが多いため、時折洪水を引き起こすこともある。またこの地域では、視界が遮られるような、激しい砂嵐が発生することもあるほか、ランス・アルハイマでは、記録を取り始めてから現在まで2回の降雪が、確認されている。以下は、首都アブダビの気象データである。アラビアオリックス・アラブ首長国連邦では、オアシスで、 ナツメヤシやアカシや、ユーカリなどが自生している。砂漠地帯での植物は、非常にまばらであり、低木やイネなどから構成される。動物では、アラビアオリックスやアラビアヒョウが乱獲により一時期は、絶滅寸前まで追い込まれたが、アブダビの主張で、UAE の初代大統領でもある、ザアイドビン・スルターン、アール・ナヒアーンが始めた保護プログラムにより種の維持に、成功している。 一方海洋では、サバ類やマグロ類などの魚類の他にサメ類やクジラ類も見られる。総面積82、八十二八百八十キロ平方メートル陸地、八万二千八百八十キロ平方メートル水域、零キロ平方メートル人口、八百二十六万四千七十人。最高標高地点、千九百十メートル。最低標高地点、零メートル国境線。 8 6 7トル、領海、12海里接続水域、24海里、排他的経済水域、200海里天然資源、石油、天然ガス。ありがとうございます。